産経大阪杯。大阪杯ってことでね、やっていきたいと思います。秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。というわけでね、今回の大阪杯、まあ、ドバイにね、結構馬が行っちゃって、まあ、よく言われるのがね、G2 レベルだと。まあ、G2 レベルだったら産経大阪杯。まあ、G1 大阪杯ってことでね、名前が変わったわけなんですけども、やっていきたいと思います。まあ、今回、賞味ね、まあ、確かに混戦模様なんで、まあ、5等ボックスなら大体当たる。まあ、そしてこれでね、まあ、なんだかんだここを目標にしてきて、このメンツが揃ってたら G1 って言っちゃってもいいだろうというところですね。なんだかんだ海外行かれてもな、みたいなところの中で、まあ、この時期にね、芝2000の G1 欲しいねって言って作ったんだけれども、まあ、円高もあってかね、海外の方がいろいろこう、採算が取れて魅力的ということになってきているんでしょう。まあ、そんな中で、国内で、まずは G1 タイトルをという馬たちが揃いました。最初にですね、3番のタスティエーラ。まあ、この世代のダービー馬ですね。まあ、そしてそれまでの戦績を見ると、まあ、そして3歳クラシック路線での戦績を見ると、なんだかね、距離短縮プラスのはずですね。まあ、菊花賞有馬記念微妙でしたけれども、ここはもう一回ポジティブに捉えていきたいと思います。まあ、そして4番の早やっこ。なんだかんだね、白毛の牡馬ということで限って言えば、歴史上、世界中でですね、史上最強馬と。まあ、だから、日本競馬史上最強馬という噂がある。本当は多分オルフェーブルの方が強いと思うけども、ディープインパクト。まあ、そしてね、種牡馬としても成功したキングカメハメハの他に、白毛の牝馬で最強の育ち、白毛の牡馬で最強の早やっこと、まあ、金子誠ホールディングス、どんだけすごいんだという中で、まあ、ね、その血筋、もうしっかり、この白毛として強いってことしかりね、早やっこには種牡馬としての期待をしてますよ、金子さんっていうのがね、俺の主張なんですけども、まあ、そんなわけで入れておきたいと思います。まあ、そして8番のプラダリア、まあ、宝塚記念もね、着差で見ればそんなに差のない競馬って考えて、まあ、ここ最近の馬柱を見ると、関西では好走と言えるレースを繰り広げてて、まあ、東京とかでね、惨敗している分、馬柱が汚く見える今回は、じゃあどっちでやるでしょう。阪神競馬場。まあ、で、今回のメンバー、イクイノックスとの着差で見るとあれだけれども、イクイノックス級が出てるかってことで言えば、プラダリア十分勝負になるわけですね。狙っておきたいと思います。まあ、そして10番のソールオリエンス、前より5番人気、鞍上横山武史。まあ、もちろんね、ドバイとの兼ね合い、いろいろもろもろあって、ソールオリエンス、上位騎手で相手のはたけししかいないみたいな手戻りっていう説はなきにしもあらずなんですけれども、まあね、ここまでの経緯を考えると、いろいろ考えると、たけすいもね、まあ、リバウンドメンタリティってやつですよ。悔しさ。まあ、ソールオリエンスだけに限って言ってもね、降ろされて、またこう、もう、他おらんから、とりあえず頼むわ、みたいな戻り方。ここは、取り返さなきゃいけないでしょう。まあ、そして11番のベラジオオペラ、前より3番人気。なんでこっちの方が人気してるのかわかんねえけど、まあ、前走や2着は休み明けというか、その辺のね、調整過程と距離の分、ここ目標で距離短縮、再度ね、狙ってみることができるんじゃないかということで、まあ、軸を1投選ぶんだったら、ソードオリエンスかななんていうふうに思いつつですね、今回はこんな感じでやってみたいと思います。というわけで、いつも通りまたやっていきますんでね、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。